神奈川県警のパトカーがマンションの前に止まっています。1972年4月16日、仕事場に使っていたマンションで川端康成さんは自らの命を絶ちました。テーブルの上にはウイスキーの瓶、こたつと机の上には原稿用紙が置かれていました。ノーベル賞受賞者の突然の死は日本だけでなく海外にも衝撃を与えました。翌日、鎌倉市の自宅に大勢の人が集まっています。政治家の石田博秀さん、評論家の村松剛さんが弔問に訪れます。報道陣も詰めかけています。4年前、記者がノーベル賞受賞の喜びを聞いた家に祭壇が設けられました。このあとノーベル賞を受賞することになる佐藤栄作総理です。前の月に手術を受けた後、健康状態が優れないと言われていましたが、遺書はなかったということです。作家の瀬戸内晴美さん、芸術家の岡本太郎さんは夜弔問に来ました。日本人の心の精髄を描いた作家と言われた大作家は72歳で自らの人生に幕を下ろしました。